はい、どうも皆さん、またーということで、青ひげ海賊団の青ひげ船長でございます。皆さんよろしくお願いいたします。はい、本日の動画なんですけど、 J2 第36節ミート戦について徹底解説をしていこうかなと思います。まあ、ミート戦にね、1対0で勝利したことによりまして、大分はなんと6試合ぶりの勝利となりました。新田選手の初ゴールと、まあ、久方ぶりの勝利ということでね、まあ、ここから大分の反撃が始まるのではないのかなと、僕はそう思います。非常に欲しかった勝ち点3を、アウェーの地で獲得できたのは、かなり大きかったのではないのかなと思います。ではですね、本日お話しする内容なんですけども、まず、水戸戦の戦評、そして水戸戦を徹底解説、そして、選手の評価をやっていこうかなと思います。では、まず、戦評の方からやっていきましょう。まず、水戸戦の戦評ですね。プレーオフ圏内に戻るためにも、残り7試合を全勝する覚悟で挑む大分は、好調の水戸と対戦となりました。前半から大分はサイドを起点に畳みかけるも、水戸のブロックを敷いた守りでなかなか点が奪えない時間が続きます。すると前半終了間際に、水戸の前田選手が2枚目のイエローで退場し、残り時間を1枚少ない時間で戦うことになりました。まあ、ここはですね、まあ、前半開始3分でね、まあ、渡辺新選手がね、後ろから手を使ってね、引っ張ったということで、イエローカードをね、まあ、もらったことがきっかけかな。まあ、そこから審判の判断基準っていうのがね、まあ、そこでちょっと決まってしまったのかなと。まあ、前半の終盤で、大分は、試合的には有利の状況とはなりました。で、後半もですね、大分は数的有利をね、生かしつつ、攻撃を組み立てるが、水戸のブロックを敷いた守りが固く、なかなか攻め手を欠いていたと。しかし、後半13分に、渡辺選手の初ゴールで先制し、水戸を完璧に封じて、6試合ぶりの勝利となりました。待望の勝利で、プレーオフ圏内へ大きく前進ということでね。まあ、水戸はね、1枚少ない状況なんで、なかなかね、まあ、攻めるに攻めれない状況だったとは思うんですけども、ただ、大分からすればね、水戸がね、1枚退場になる前に、まあ、大分も大分でね、しっかりと集中して守れていましたし、まあ、シュート0本でね、まあ、見事抑えていたんで、まあ、そういったところでね、しっかりと、まあ、集中して守れていたなと、個人的に思いました。それではですね、こちらが大分トリニータと水戸ホーリーホークのスタッツとなります。スコアは1対0。まあ、このスタッツを見る限りね、もう圧倒的だったなと。大分、シュート11本、水戸は1本でございます。ただね、大分、枠内シュートが、1本しかないんですよね。そんな水戸はですね、枠内シュート0本と、まあ、両チームとも言えるんですけども、まあちょっと決定力を欠いたなと。まあそれがこのスタッツに現れているなと思いましたね。そしてまあボール支配率、大分 69%、水戸は 31%。パス回数は547本に対して、水戸は193本。まあ、フリーキックはですね、両チームとも17本となっております。まあ、コーナーキックの本数に対しまして、まあ、大分7本。そして、水戸は0本ですね。で、もうカードはですね、イエローが大分4枚と、まあ、水戸は3枚、レッド1枚と。まあ、結構カードが多かったなという印象ですね、この試合。あ、結構それで出すんだっていうね。まあ、審判の判断基準はね、まあ、それぞれあるんでね、あんまり言えないですけども。まあ、ただね、ちょっとこう、曖昧な判断が多かったんで、まあ、もちろん大分目線でも見ていましたし、水戸目線でも見ていたので、まあ、水戸からすればね、いやと、それはちょっと厳しいんじゃないとか、いろいろ思うことはあったと思います。もちろん大分もですよ。ね、まあ、そのぐらいね、両チームとも、あれ、その判断大丈夫かなっていうのはね、きっとあったと思います。まあ、何はともあれね、大分はですね、しっかりとこの水戸、ね、枠内シュート0本、まあ、これに関しましてはね、守備陣はしっかり守れていましたし、まあ、ペレイラ選手、デルラン選手ね、まあ、センターバック2枚、非常にね、ここのブラジル人の大分のセンターバックっていうのは、体も強いですし、まあ、空中戦も強いので、まあ、2トップのね、まあ、安藤選手とかもね、しっかりと抑えていたことが、まあこの結果にもつながったのかなと思います。まあそのぐらいね、集中して守れていたんじゃないのかなというのはね、個人的に思いました。はい、それではですね、この試合徹底解説をしていきましょう。はい、それではですね、まず大分の狙いとしましてはですね、大分はですね、スタメンをね、2枚変えてきたんですね。まあ前節、まあ交代でね、流れを変えた、まあ梅崎選手であったりとか、香川選手を、まあこの試合スタメンでね、まあ、起用したことが、まあ、見事ハマったなと。まあ、やっぱりね、梅崎選手がね、まあ、ピッチにいるだけでね、周りの選手はね、なんか落ち着いてプレーできていたなと。まあ、やっぱりね、このピッチの中にいる兄貴的存在の選手がいるっていうのは、まあ、こんなにも大きいのかと。で、香川選手、まあ、クロスだけではなく、周りの選手を使ったりとか、まあ、そのスペースの使い方もうまかったですし、まあ、しっかりとそのサイドの方で変化を加えれる選手が、まあ、前半、いたことでね、結構大分は攻撃のチャンスが、まあ、できていたんじゃないのかなと思います。まずこの試合、大分の狙いとしましては、
そのスタートから水戸のサイドの背後を、まあ、徹底的に、大分は攻めていたわけですよ。まあ、それに対して、まあ、水戸はね、もちろん中をしっかりと固めて、まあ、ブロックを敷いて対応するなど、まあ、お互いにね、狙うところ、守るところっていうのが、はっきり出ていたなと思います。で、前半でね、1枚少なくなった水戸はですね、まあ、5バックにして、まあ、大分のね、攻撃をね、しっかり守ろうよっていうね、まあ、そういうシステムに変更してきたんですけども、まあ、後半からですね、伊佐選手の裏抜けはね、まあ、非常に効いておりまして、まあ、その裏抜けっていうところが、まあ、ミッドのラインをしっかり下げましたよね。まあ、裏抜けをね、再三狙うと何が起きるかって言われたら、まあ、さっきも言ったんですけど、相手の守備ラインを、まあ、しっかりと下げることができるんですね。この13番裏抜けてくるだろうなってなったら、その選手につかなければならないので、そうなると守備陣のね、対応っていうのがね、ちょっと難しくなるんですね。じゃあラインを下げられたらどうなるのかと。ね。まあそれがですね、この得点シーンに現れてるんですけども、まあその伊佐選手の裏抜けから、まあその野村選手が落として新田選手がシュートしてゴールっていうね。まあここはですね、まあ伊佐選手がしっかりと裏を抜けたことによって、まあこのディフェンダーとミッドフィルダーの間ですね、まあ、そこにスペースができて、まあ、野村選手、新田選手がね、まあ、フリーで動けたことで、まあ、得点につながったのかなと。まあ、ここはですね、まあ、大分の狙いがね、しっかりとハマっていたなと思います。まあ、ディフェンダーの背後の裏、ラインを下げた時に、そのスペースをしっかり使う。ここが大分のね、まあ、狙いどころ。まあ、そこがね、ピシャリとハマったような内容だったなと思います。まあ、ほんとね、水戸のね、その守備の乱れをしっかりとついた大分っていう形ですね。まあ、あの先制シーンは、もうお見事の一言に尽きるかなと思います。まあ、その後ですね、まあ、水戸のね、攻撃をしっかりと大分を封じまして、まあ、久方ぶりのね、クリーンシートで勝利して、まあ、プレオフ圏内に向けて、もう大きな大きな、勝ち点3に、まあ、繋がったのかなと思います。非常に、面白い試合でございました。ね。まあでもね、皆さんこの試合見て思ったんじゃないですか？1枚少ない相手に対して1点かと。ね。いや、その気持ちはすごくわかります。はい。いや、大分もね、正直ね、狙えるポイントっていうのはたくさんあったんですよ。で、4-4-2に対して、まあブロックを敷いてる水戸はですね、まあ、守りが固いっていうのは分かっていたので、まあ、そこら辺をね、しっかりとこじ開けなければならないんですよね。なので、大分からすれば、サイドだけではなく、まあ、もう少しね、中盤の方を使ったりとか、まあ、そういうのもね、まあ、使えていたら、まあ、サイドだけではなく、そういった攻撃のバリエーションというのは、まあ、増えたのかなと思いますね。まあ、あとはもう、水戸がね、まあ、5バックにしたことで、まあ、攻撃よりもどちらかというと、早い時間帯で、守りに入ったわけなんで、まあ、当然ね、前線の方に枚数足りないんで、まあ、ほぼほぼセカンドボールはまあ大分が拾えて、まあ、やれていたなと思います。まあ、ここね、1枚少なくなって、まあ、4-4-1 になって、まあ、前からはめられたらちょっとわからなかったかなと思いますね。はい。まあ、大分はね、ちょっとビルドアップのところでね、まあ、不安要素もありますので、まあ、少し水戸の戦術にね、まあ、助けられた場面もあるのかなと思います。まあ、でもね、まあ、僕再三言ってますけど、まあ、今はもう内容よりも結果なんだと。まあ、ここ数試合ね、この試合を上回るぐらいいい内容だったんですけど、まあ、結果がついてこなかったんですよ。なので僕からすれば、本当よく勝ち点3をもぎ取ってくれたなと。勝ってくれてありがとうという気持ちの方が、正直強めですね。はい。まあ、今日はね、もう勝利を喜び合いましょう。はい。まあ、勝った時ぐらいね、たくさん喜んで、その喜びを、まあ、次節にね、ぶつけれたらいいなと思います。はい、それではですね、選手の評価をやっていきたいなと思います。まず、西川幸之助選手、水戸の攻撃をしっかりと封じてクリーンシート。大分の攻撃が多い中でも、水戸の攻撃時には集中して守れていた。っていうね。まあ、大分がね、攻撃っていう形だったんで、まあ、いざ攻撃された時に、まあ、ちょっと油断してしまうとね、それが失点につながったりするんですけど、まあ、よく集中していたなと思います。続いてペレイラ選手、デルラー選手。まずはペレイラ選手。まあ、対人戦や空中戦は、デルラー選手に任せるなど、ディフェンスリーダーとして守備陣を支えていた。そしてデルラー選手、まあ、空中戦の強さと体の強さで、水戸の安藤選手をしっかりと封じていたというね、まあ、ペレイラ&デルランコンビは最強だと思うっていうね、まあ、水戸の強力2トップに対して、まあ、大分はですね、強力の2センターバックでね、しっかりと守れていた。いや、ここね、非常に守備ハマっていたなと思いましたね。まあ、この2人がね、まあ、結構効いてましたね。水戸戦では。続いて野竹選手と香川選手。まず野竹選手。右サイドで野村選手やペレイラ選手と連携し、安定したプレーが見られた。ここからに期待。そして香川選手。積極的にクロスを上げたり、攻撃にアクセントを加えるなど、左サイドでは前節以上に良かった。今後のスタメン強はありそう。っていうね。まあ、香川選手非常に良かったですね。やっぱりクロスの質がいいですね。気持ちいいぐらい入りますからね。続いて指輪選手と羽田選手。
まず弓場選手、ボールダッシュでセカンドボールの、回収役としても効いていた。弓場選手を含めた中盤をね、もう少し使いたかったなと思います。そして羽田選手、まあ弓場選手とのコンビで、中盤は安定化。まあ後半に前からね、プレスに来た水戸をね、まあしっかりと封じて、まあ攻撃の目をね、まあ詰めていたなと思います。続いて野村選手と渡辺新太選手。まず野村選手、ややパスミスなどあったものの、体をうまく使い、まあボールを収めてチャンスを演出。まあパスミスって言ってもね、多少ですけども。まあそれ以上にやっぱり体の使い方うまくてね、まあこのボールをね、キープする力っていうのは、やはり優れているなと思いましたね。はい。そして渡辺新選手、今季待望の初ゴール。伊佐と野村との連携で、ストライカーらしくしっかりと決め切った。やっと言えます。お帰りなさい、新選手とね。いやー、このゴールでね、残り6試合、ゴール量産してほしいなと思いますね。ただ次節ね、出場停止なんですよ。なので残り5試合、1試合ハットトリックを決めるとして、まあ15点はいきますね。まあでもそのぐらい取ってほしいなと思いますね。はい。そして梅崎選手と伊佐選手。まず梅崎選手、チームをうまくまとめてくれた。梅崎選手の存在がいかに大きいかが分かる試合でもあった。そして伊佐選手、競り合いではしっかり勝てていたし、先制点も何度かあった裏抜けが効いたから生まれた。新田選手とのポジションの近さが少し気になったが、まあそれ以外はパーフェクトだった。イエローは不運っていうね。まあ、イエローに関してはね、あれ、それイエロー出ちゃうのかねっていうね、感じでしたね。おい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 と。それイエローねえだろっていうのは僕はダゾーンで言っていたのは秘密です。そして長澤選手と藤本選手。まずは長澤選手。伊佐選手との2トップになったことで、まあ、水戸はターゲットを絞りにくくなったのはかなり大きかった。そして藤本選手。持ち味のドリブルは光っていたが、積極的なドリブルからのシュートがもっと見たかったのが本音っていうね。まあ、藤本選手の良さって言ったら、やっぱドリブルしてから突破して、まあ、シュートを打つ積極性ですよね。まあ、そこがね、まあ、ここ数試合、なかなか見れてないので、まあ、そろそろ見たいなと思いますね。続いて、町田選手と高畑選手。まず、町田選手。まあ、野村選手との交代で入ったんですけども、まあ、安定した持ち味を、発揮できたかなと思います。次節はスタートから見てみたい。そして、高畑選手。後半は、藤本選手とのコンビネーションで左を制圧する狙いが見えた。香川選手とのポジション争いが激化しそうというね。もう、左サイドバックはね、もう、過激でしょうね、ポジション争いは。バッチバチになってると思います。そして、宇都本選手と、下平監督。宇都本選手。久しぶりの復帰となった今節は、出場機会が短かったっていうね。まあ、もう少し見たかったですね。はい。そして、下平監督。まあ、今節はね、狙うべきポイントと、チームを支えれる選手を起用したのが大きかった。結果的には1点のみだが、久しぶりの勝利は、監督自身にも勢いを取り戻すきっかけにつながったんじゃないのかなと思います。ここからですよ。はい。ここから、残りの試合全部勝つつもりで、監督には準備してもらいたいなと思います。もう下をね、見る暇ないですから、見るべきところは上です。はい。その上を目指して戦ってもらいたいなと思います。ということで次回の動画なんですけども、その水戸戦の感想をね、まとめていこうかなと思います。まあ、非常に非常に大きいね、勝利だったと思います。まあ、皆さんからしたらね、いやいや物足りねえよっつって、あと3点は取れたんじゃねえかなっていうのはね、あると思いますけども。ただ、まずはこの勝利したっていうのがね、まあ、チームにとっても大きいと思います。この勝利が、きっと残りの試合勢いをつけてくれると思います。大分欲しかったんですよ。勝利ももちろん欲しかったんですけども、やっぱり浮上のきっかけとなるところがね、欲しかったところなんですよ。それをこの十何試合負けなしの水戸から一勝できたっていうのが浮上のきっかけになるんじゃないのかなと。もちろんね、内容に関してはまだまだ改善しなければなりませんよ。見てて満足してる人は多分いないと思います、あの試合見てね。それでも勝ちは勝ちです。この勝利を次につなげていくためには、まずは僕たちがね、この勝利をしっかりと味わって喜んで、次の試合に向けてそのパワーを選手たちに送り届けようじゃないですか。それがさらに勢いを増すきっかけになると僕は思います。次節の大宮戦に勝って、まずはプレーオフ圏内6位目指して戦っていきましょう。ということで今回はここまでにしたいと思います。皆さん最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。ということで、またね。